鳥居生み、天馬宮は、京都府南丹市園部町、み園町にある神社、旧社格は、府社。菅原道真の存命中の創建とされ、これをもって、生見天馬宮を称し、日本最古の天馬宮であるとしている。南丹市の中心部、園部の天神山山腹に鎮座する。園部の地は、菅原市の事業所であり、小麦山に、 菅原道真の邸宅があったと伝えられている。縁起元年に道真が太宰府に流された時、そのべの大官、竹部玄造は道真の八男、喜び能の,の養育を頼まれた。そして小麦山にあった邸内に彰子を作り、密かに道真の像を安置して、生死として放祭したのが当社の始まりとする。縁起三年に太宰府で、 道真が亡くなると生死を霊病に改め、天略九年、改めて神社として祭祀を行った。現在も続く宮司家は竹部玄三の子孫である。戦国時代には、当地を治めた丹橋御職、細川家や織田家官僚が、境内に乱暴老石や伐採を禁止する、金星考察を立てて平乱から守った。その考察は現存し、 京都府指定文化財となっている。女王2年、その部藩書大藩主、小出義親が小麦山に築城する際に現在地に遷座された。本殿は一軒者流れづくり日和田吹き。周囲に巡らされている回廊とともに、京都府の文化財に指定されている。秋葉あた神社おたび生み、天眞宮祭事一覧所在地交通アクセス。ありがとうございます。